イーグルス今日の先発は瀧中です。5月の3日以来の今日は登板ということになりました。立ち上がりからご覧いただきます。先頭の磯畑、続く西川と打ち取って2アウトで、この後3番の近藤も打ち取ります。立ち上がりは球数20球で3人で終えたピッチングでした。その瀧中2回です。先頭バッターのワンボーロン、ワンボールからの2球目、このカーブをワンが捉えます。ライトポール際へ、これが先制のソロホームラン。ファイターズが1点を先制しました。そのファイターズ先発は池田です。2回です。ワンアウトから茂木、そして岡島と、ここは池田が2者連続三振、先制点をもらった後ゼロで終えました。1対0で3回です。瀧中の方もこの3回ワンアウトランナー2塁ピッチを迎えますけども、ここギアを上げました。磯畑、そして今日2番の西川、まっすぐで2者連続三振、ピッチを出します。そして3回ワンアウトから辰巳がフォアボールで出て、今日今シーズン初スタメンの田中隆也、この当たりが右中間へ、一塁ランナーの辰巳が一気にホームに帰ってきて同点に追いつきます。今シーズンの初打点となりました田中隆也です。さあ1対1、ゲームは5回です。この回瀧中は浅間、石井と連続三振で、この後ランナー2塁来ましたけれども、石川亮をセカンドフライ、粘ります。その裏です。池田から先頭バッターの岡島、当たっています。岡島ツーベースで出ます。でこの後ツーアウトランナー2塁で、先ほどタイムリーの田中隆也、ここもライトへ、岡島ホームを狙いますが、これ素晴らしいバックホームでした。勝ち越しならず。ゲーム1対1で6回です。瀧中の方はこの回ランナーを1人出して、で近藤をセンターフライに打ち取ったところでマウンドを降ります。今日ホームランを許しているワンを迎えるところで、安楽マウンドに上げます石井監督です。その安楽がワンの最後はフォークボール、三振に取ってピッチを出しました。同点で7回、酒井がマウンドに上がります。昨日に続く連投ということになりました。昨日3者連続三振で終えた酒井、今日も素晴らしいピッチングを見せます。先頭の渡辺、そして続く浅間、連続三振で2アウトになると、この後石井和成からも三振を取ります。今日も3者連続三振、昨日から6者連続三振でした。さあその裏マウンド上、堀が上がって、その堀から岡島、今日2本目のツーベース、ノーアウトランナー2塁、この後ワンアウトランナー3塁1塁で田中隆也、スクイズできましたけれども決まらずツーアウトになります。小深田のところ3塁2塁で代打田中和樹、ここは田中和樹はサードゴロに倒れました。1対1で8回です。この回から福山です。で福山がヒットとフォアボール2つ、ツーアウト満塁のピンチでワンボーロン、この最後フルカウントからフォアボールを与えて押し出し、2対1ファイターズ1点リード。なおも福山満塁のピンチで5番の渡辺を迎えます。初球でした。渡辺の打球はセンターへ、2点タイムリーになりまして4対1ファイターズ3点リードと変わります。9回は杉浦がマウンド、イーグルスランナー1人出しましたけれども、最後のバッター田中隆也が空振りでゲームセット、4対1ファイターズ勝利。イーグルスの連勝が3で止まった今日のゲームでした。